画質いいですか？それ最高。画質いい？なんかちょっといつもと、いつもとあれが違うな。ちょっと上から目線やわ。カメラが上から目線だ。ヘルペス見える？ヘルペスまだ治ってない。てかヘルペスひどくなってさ、ここコンシーラーで隠したらい変になった。逆にわかる人おる？このヘルペス、ここ見えるかな。なんか見えてそうな気するっちゃけど、耳赤くないよ。もう赤くない、もう赤くないよね多分。ほらちょっと赤く見えるけど、そんな赤くない。今日早く寝るけん、私絶対に。こんばんは。え、マジ？明日天気晴れ？やった。画質悪くなったって、え、嘘やろ嘘やろ。ねえ、私さ、工事してもらったんです。工事してもらったのにさ、ジョニーさん早寝るの、おやすみって。あのさ、なんか工事してもらったばっかりとにさ、電波が悪い電波が悪いって電話で言われて、さっきも家族に言われたと。同情？私同情食べたことないです。今日はね、私ね贅沢しちゃった。うなぎを食べました。そうだ、仕事早すぎやろ。たかりんさん早すぎよ。あ、やば、お腹鳴った。うなぎ食べたばっかりとに。頑張って、お仕事。みんなまだお仕事しよっと。え、なんかポーチさん久しぶり泣きする。おひさー、おひさー、そろそろ起きよっかなって。でさ、何の話だったっけな。そう、うなぎ食べたんです私。めっちゃ贅沢やろ。そう、でもね、たまにはいいかなと思って。そういうことか、年末のお仕事忙しいと。もう年末なの？え、まだ12月ですよ。あ、12月前半ですよ。もう年末って呼ぶと寂しいやん。うなぎマジで美味しかった。なんかもうプリプリで、あの3センチぐらい厚みがあった。ちょっと盛りすぎ。2センチぐらい厚みあって、めっちゃなんか分厚いうなぎさんやった。美味しかったよ、めっちゃ美味しかった。いいやろ。マジであったかかったし、当たり前か、あったかかったし、タレも美味しかったし、マジで美味しかった、本当に。でも骨がたくさんあった。あんまいっぱい骨ってありましたっけ、うなぎさん。なんかうなぎにさんつけたらなんかうなぎさんになってしまう。当たり前か。そう、いい。だって私一人で贅沢したし。やばい、何今のロリツが回ってなかった人みたいになってしまった。あの一人で食べたんです。しかも一人で食べた。なんか申し訳ない。みんなとさ、お友達とかとさ、なんか一緒にさ贅沢するとかじゃなくて、一人で贅沢しちゃった。すいません。うなぎって骨多いんですね。あんな骨多いって知らんかった。びっくりした。骨もみりやったもん。ネギトロ美味しいよね。ネギトロ私も大好き。ネギトロは美味しいよ、美味しい美味しい。ネギトロしか勝たん。うなぎ屋さんなのあれ、分からん。でもうなぎの丼、丼じゃない、うなぎ定食、なんですっけあれ。うなぎ定食じゃなくて、うなぎ重、うな重やったけん。なんでよ、うなぎで入ったことありますってどういうこと。それ酔っ払ったんじゃないに。そうなんですか。ザンギって何ですか。ザンギって何。ひつま節食べたことない。ザンギも食べたことない。あ、セブンしか勝たん。ショートさん違うよ。私はね、1年間今年初めてうなぎを食べたんですよ。今年初めてかな、去年食べたかな。あ、去年じゃない、もしかしたら専門学校通ってる時食べたかも。そう、でもね、うなぎなんか食べないよそんな。でもね、しかも安かったんです今日は。だけ食べたんだよ。そんなね、
安くなかったら食べん。だって高かったもん、2000円とか3000円とかさ、高くない？あ、そんなもんじゃないっけ、もっと高いとかな、うなぎ本当の定価で食べたら5000円とかするかな、マジで高いと思って。そういうことか、安いけん骨が多いんだ、頭いい。そう、でもうなぎ美味しかったけん何でも OK。 だから私は今日一生懸命ダイエットします、ダイエットします、絶対に絶対に頑張ってダイエットします。そういえばね、皆さん昨日プレゼントが届いたんですよ。で今日さっき開いてみたら、もうなんとびっくり、たくさんね素敵なプレゼントもらってたんで、ちょんちょんちょんじゃない、ちょこちょこ披露していきますね配信で。で私があるんだけど、これやばい、私最近お風呂めっちゃハマってて、あ、やばい、今私黙ってなかった、ハマっててめっちゃ嬉しい。私さ本当にお風呂最近めっちゃハマっとったさだけめっちゃ嬉しい。しかも生姜だって、なんか体温まるらしか、これでめっちゃ嬉しい。寒いやんか最近、早速使っちゃおう今日、嬉しい。もうびっくりしたもん、だって多分私がなんか塩のお風呂にハマっとるって言う前に送ってくれたんだと思うんですよ。たまたま私お風呂、塩お風呂からハマりだして、お風呂に、私お風呂ね、そもそもね、あの、え、耳赤くない、大丈夫か、なんかお風呂にたくさん長風呂するのが苦手やったさ昔、けどねネットフリックスを見ながら入ると長く入れることに気づいてから、そう、塩、そう、生姜漬けになる、私生姜漬けにしてもらおう。え、この Wi-Fi のさ、これがさ置く場所が悪いんじゃない、電波が悪いってこと。そういえばね、私今日ちょっと痩せたって言われました、嬉しいんだけど、私ね聞いて、あのね、あ、ネットフリックスは、スパイキッズ見てる、スパイキッズ見てるけど、今日はあのチャーリーズエンジェル見ようかなと思ってます。今日ずっと見たかったけんか、もう久しぶりに見ようかな、チャーリーズエンジェル。え、そう、それでね今日私ね言われたので、ね、あの実はね 400g 減ったの、体重が。何キロか分かります？ 0.4 キロってこと。すごくない？ 0.4 キロだよ。あ、今日ドラマなの？やば、ドラマ見ながらお風呂入ろうかな。え、マジで？え、マジ？ポーチさん、マジで？本当に？嬉しい！マジで嬉しい、やばい、めっちゃ嬉しい、マジで嬉しい。 0.4 キロ痩せたもん。ねえよ、なんでそんなさ、私をもうからかい寄るようにしか思えんくなってきた、みんなが。本当に思ってる？本当に嬉しいな、本当か嘘か知らんけど、まあ喜んどこう、人生楽しく生きるために。そう、信じるけんね、痩せたって言われたもん今私。やったー、 0.4 キロだよ、ちゃんとメモってます。見る？見せんよ絶対。あ、見せんよと思って、こっちにあったら届かんけん見せんよと思ったけど、たまたま目の前にあったわ。はー、でもね、そんなね一気にガーンって痩せたわけじゃないしさ。はー、あ、でも、あ、 0.4 キロ痩せたのは一昨日痩せて、そっから全く同じ体重やけんか。でも3日前より 0.4 キロ痩せたと、すごくない？めっちゃ嬉しい、マジで嬉しい。そうだよ、ダイエット成功せんと体重公開せんばといかん、せんといけんくなるけん、25日まで、ちょっと書いてるけんここの中に。
12月25日までに目標マイナス 2.3 キロって書いてる。はあ、みんな 2.3 キロ頑張ろう。うなぎ食べてる場合じゃなかった。でもね、聞いて、あの私最近ね、あのなんかダイエットアカウントみたいなのをフォローしとるさ。でなんか TikTok のやつで見たけど、お寿司はなんか太らんけんたくさん食べていい、太らんっていうか太りにくいけん食べるならお寿司食べた方がいいみたいな書いとって、はあ、私のやってるダイエットは間違ってなかったんだ。ダイエットじゃないんだけど、全然お寿司が好きなだけなんだけど、そう、よかった、嬉しかった、マジでその人のこともう好きになった、もうありがとうって感じ全然知らん人けど嬉しいこと言われたけ。なんかおダイエットにはならんやろけど、だって食べたら太るやんか、お寿司だって。けどまあハンバーグとかよりは痩せやすいじゃない、痩せやすいじゃない、太りにくいって言った。なんか魚に入っとる油がなまってるねめっちゃなまっとる今の。なんかお刺身、お寿司に入っ、お寿司の油、お寿司じゃない、魚に入ってる油があんまりなんか太らんみたいな言った気がする。あと普通の米より酢飯の方がいいって、酢飯の方がなんかいいみたいな書いてあったっていう理屈らしか。なんだってハンバーグは太るよね。なんかさ、この間行ったんですよ、どっかね、渋谷のはま寿司ですか、寿司回転寿司屋さん、くら寿司かな、がね、シャリ2分の1とか書いてあって、頼んだらシャリが半分のやつが出てきたと。すごくない、そんなんあるんだと思って、ダイエットするときはあそこに行こう。でもどこやろうか、あれくら寿司かな、はま寿司って何、くら寿司だったか、はま寿司か、え、ファマ寿司言ってない。そう、半分とかできるんだと思って、すごいと思った。くら寿司か、あ、くら寿司だって。そう、くら寿司らしい、すごくないね。確かにお米は太りやすいけんね、やっぱ炭水化物やけん、炭水化物はね太るとよ。はま寿司かな、スシロー好き、私もアディダスの上がはま寿司。え、なんで、どういうこと、アディダスの上がってどういうことえ、そうなんですか、はま寿司とすき家って同じ系列なの、え、マジで、嘘だよ絶対、初めて知ったんだけど、そんなの本当に、ユニクロと GU みたいな関係なの、マジ嘘っぽい、本当？みずきちゃんは痩せてるからもっと増やしてもいいよ、はあ、本当？それも私明日からダイエットやめようかな、そしたら嘘、え、本当に嘘なの、本当？全焼グループだよ、全焼グループ、初めて聞いた、あ、そういうこと、私とひちみちゃんみたいな、そんなことある、ちょっと違くないそれGU とユニクロみたいな感じやろ、最近まで、え、そうだよ、チートウィークやけんか、もう嬉しい、今日も頑張ってお風呂入ろっと、でテレビも見よっと、あとは私やること欲しいな、そうばいフォロミーね、スクショしたらね、なんか止まっちゃうらしい、そう、止まっちゃうらしいですよ、なんか触れんくなるみたい、見れんくなってしまうしさ、だけど皆さん気をつけてくださいよ。今日お風呂長風呂しよっかな、でも今日私絶対早く寝るって決めてるんですよ、絶対早く寝るって決めてるんだから、なんで
やっぱりちょっとこっちの耳赤くない？え、どう？見て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 、ちょっと赤くない？気持ち、ほら、やっぱりちょっと赤いよね。赤停止になるのやばいですよ。相当厳しか、昨日よりマシ？え、でもなんか赤く見える、こっちの方が。ほら、気のせい？だってこっちの方が白くない？唇は赤いよ。だって塗ってるもん、唇は。ちょびっと赤いよね。なんで？なんでこんな赤いと？あ、まあ、ちょびっとやけいいや。昨日よりはマシか。赤くないんだ。霜焼けか。ダサい霜焼け。霜焼けちょっとダサいからやだ。なんかさ、小学生の時にサッカーの試合でめっちゃ手が霜焼けだったの。もう痛々しかったなあれ。だから私小学生の時多分人間じゃなかった気するっすね。分からんけどさ、私多分人間じゃなかったと思ってさ、小学生の時絶対人間じゃなかった私。だってでダサくない霜焼け、なんかさダサくない？耳こうやって真っ赤っかでさ、真っ赤っかで霜焼け乗ってたら、なんか田舎っぺみたいに見えちゃう。田舎っぺなんだけど私は。霜焼けたね、耳当てね、小学生の時耳当てつけて走ってたマラソン大会いつも。なんかさ、ちょっと待って、やばいやばいことに気づいた。口内炎あるわ、ベロの下に。やっぱなんかさっきから違和感あるなと思ってたけど、え、違う、私の方が田舎もんだよ。あ、でもいや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 、でも愛媛、愛媛、でも私の方が田舎もんな気しますね。うん、先方戦と田舎っぺですよ。どっちなんだろう、ショートさんのところどんな感じ田舎。どっちやろうな。でもセブンありますよ私んとこ。セブンあります。ちょっと歩くけどセブンはありますし、五島とかの方が多分何にもないかもしれない。五島は結構ね、もうあれよ、お店ないよ全然。大都会よね、松山市。そう、五島すぐイノシシは出ますね普通に。あって、愛媛もなかなか田舎っぺな気しかしてきたぞ。それは7年前にあったもん、ちゃんとセブンは7年前からあったけんか、こっちの勝ちってことでいい。あ、そうなの。五島にローソンできたら、鹿が鳴いてますってね。鹿大好き私、バンビちゃん大好きなんだよね。え、今日なんか話したいことあったっちゃけど、何やったっけな、忘れてしまった。もうやだやだ、すぐ忘れるんだからね。え、全然上手くなれん、全然上手くならん。鹿泣きますよそりゃ、ピーヒャラ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 ってやつか。あ、今日何します？特に何、今日特に何もないけんさ、歌でも歌おうかな。うっさぴょーん。ちょっと嘘はいけないけど、歌は歌えない、下手くそだから、ごめんなさい、ごめんなさい。ごめんなさい。あ、できそうな気してきた。ステディ買って、あ、ステディ買ってね、皆さん買ってください、ぜひ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 。え、動画見ても全然上手くならん。完成させて、そんなさできるわけないやん私に、そんなことは。ありがとう、ガニメデさん注文したよって。そりゃ楽しみ楽しみ、いつ届くかな。
韓国まで何日かかるんかな。韓国、韓国、あのね、みんな知らんかもしれんけどね、多分ね、みんなより私ガニメデさんと距離近いんですよ。みんな東京、あ、やばい、私東京におるとやった、悔しい。今長崎におるつもりで話しよった。めっちゃ長崎におるつもりで話しよったけど、私東京におるとやった、はあ、なんだよなんだよなんなんだよ、私東京人やったわ。今完全にここ長崎と思っとったわ。はあ、なんかなんかごめん、なんかごめんなんか長崎と韓国は近いんですよ結構。うん、知っとる人おるかな。なんかね、韓国までね、船で行けるんですよ。お船でマウント取ろうとしたのに、めんこいって言われちゃった。めんこいって意味わかりますよ、可愛かねえってことやろ。ありがとう、ブクブク茶釜さん。え、茶釜さん、ブクブク茶釜さん、なんかいい名前、茶釜さん。みんなお船で旅行に行ってたから私も行くつもりだった。そう、専門学校、いつの間にかなんかウイルスで行けんくなったけど、まあじゃなかったわ、悔しい。あ、誰かがこれどうやってするか知らん。むず。一生終わらんこんなの。なんか5000円とかであるんですよね。長崎行くまでめっちゃ時間かかるじゃないですか、東京から。ね？を取るみたいな、そう思って、そうそうそう。それで成田結構私も使ってるんですよ。使ってるとか結構使う、まあ羽田から行くときもあるけど、成田も結構使ってるんですよ。そう、ピーチとか。え、電波悪いと？ちょっと待って、今日私10回目ぐらい言われたの、マジで。さっきねユーカリンと電話したんですよ。その時にもう4回5回言われて、で家族に電話した時も電波悪いって言われたの。え、マジかよ、なんでだよ、変えたばっかりなのに。工事の人呼ぼうかな、またあのフレンドリーな工事の人呼ぼうかな、来てくれそうやな、フレンドリーやったけん。え、嘘やろ、半目、電波障害かな、今日雨やけんじゃない。そうそうそう、 LCC を使って行こうってしたけど、なんかオミクロンさ流行ってるじゃないですか。オミクロン成田にどうのこうの、成田で見つかったみたいな言ったけん、あれ行かん方がいいかなとか思ってる。なんか成田ここダメかなと思って。成田どう思う、みんな関係ないか、別に関係ないかな。あー悔しい、どうしてこんなに難しいんだよ、むず。 Wi-Fi 詐欺なのこれ。なんかさ、東京行きたい？東京行きたいの？私も前は東京行きたいと思ってたよ、昔は。けどもう今は行きたくない。東京が嫌いとかじゃなくて、長崎が好きだから。
お先に帰りたい。服ね、制服配信したいのだけんか、制服か、ネットで買った方が安いかもしれんね。制服ドンキとかの方がいいかな。あ、けどやっぱり長崎で着る。だって長私制服制服着てリフティング取りたいけん、長崎で着ようかな。今は東京だろ。そうだよ。どういうこと？東京です、ここ。この種類、私ね言っていいよね別に。中学はあれだったんですよ、セーラー服で。高校がブレザーだったので、この間、あ、ちょうど昨日高校の時の写真を高校のお友達からもらったんですよ、たまたま。ね、見て懐かしくないみたいな感じで送ってきて、それ見たらめっちゃ懐かしかった。なんかさ、セーター着てて、ブレザーの下にセーター着てて、なんかセーターがさ可愛かったの、袖から出てるのがめっちゃ可愛いと思って。どっちが良かったかな。でも中学生の時はあのセーラー可愛い、なんか可愛かったですね。どっちがいいのかな。でもブレザーの方が今から高校生になるんだったらブレザーかな。なんかちょっと昭和っぽい感じ、昭和臭いっていうか昭和感が出てたんだよね、中学の時の制服は。そう、どっちも似合わんよ別に。どっちも似合わんよ、だって制服ダサかったもん。みんなさ、制服ってさ、どんな感じやった？バッグとかも決まってました？リュック、中学の時はどっちもなかった、あれ決まってるやつ、リュックとかも決まってた？中学の時わかる、マジでジャージダサかったっちゃけど、私の中学マジでやばいですよ本当に。マジで真っ青なの、真っ青のダッサいやつやった。学ランに中学の時は決まってました？リュックとかバッグは自由？それどっち、中学高校？私高校は自由だったんですよね。バッグ自由？中学も？みんなに聞きたい。携帯は OK だったの？私のとこ中学も高校も携帯ダメだった。卒業してダサくなったそんなことある？かわいそうやね、確かに。後輩どういうこと？高校は自由？びっくりしたわ。 GU じゃないし、 GU ね。そう、中高どっちも自由なの、いいな。やば、やば、びっくりした、今凍りそうやった、ボリって言った。携帯は自由？本当？やば、ゆる。どこ？かっちゃん東京やる、絶対東京出身やわ。中学は申請して OK。 そうなの？ジャージの色決まっとったらさ、通り過ぎたら分かるやん、この人何年生って。いいですね、なんかいいな。私も高校生ぐらいに戻りたいな。中高、私ね中学校の記憶全くないんですよねこれ言ったらさ、なんかさみんなからさ悲しまれるけんさ、あんま言わんとこうと思って言ってないんですけど、中学のお友達とかに会って超懐かしいみたいな話してる時、本当に全く覚えてなくて、私中学の記憶がなくて、中学の時誰と一緒に仲良かったんだろうみたいな。そう、中学の時どういう生活を送ってたのかなみたいな。まあ言うて6年ぐらいの前の話なんですけど。あ、ピンクの学年とかあると可愛いやんか。ピンク嬉しい、私ピンクがいいな静岡県
ね。え、じゃ静岡行こうとしとった後に、この間、え、じゃ行ったら会えるんだ。行ったら会えるの。え、緑はいいじゃん。私黄色だった、中高黄色だった、中高黄色だったね。黄色ね、なんか黄色の方がちょっとダサい感じしたけどな。だってシューズとかも黄色なんだよ。大分ね、幼なじみと行こうとしとる、なあちゃんとまあちゃんと3人で大分。なあちゃんの運転で勝手に、なあちゃんは運転得意なんですよね。私も運転得意になりたい。それでいろんな人を乗せて送り迎えしてみたい。なんかかっこよくない？送り迎えできる人。私人を送り迎えしたことないからさ、まあ一回あるんですよ、歯医者に相方を。そしたら怒られたんだよ、相方に。送ってあげたのに、こっちをひどかったよマジで。あの時の相方は、聞きます？あの相方の一言、私への。送ってあげたんですね、ちょっと足がつりそう。あのね、送ってあげたんです、歯医者さんまで。そしたらね、もたもたしないでって言われて、もう後ろから車来るからとか言われて、来てないじゃんまだって言ったら、ダメだよそんなもたもたしてたらとか、もたもたしてるつもりはないんだけど、怖くてそんなテキパキ運転できないんだよと思って喧嘩なりそうやったけど、なんかまあ手指マークつけとったけんか、まだよかった。そう、でもさ、あれさ、慣れるまであんなさ、こんでクシュ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 ってできんくない？普通慣れます、慣れたらできるだろうけど、乗ったばっ、あの運転し始めてまだね 1,2 ヶ月とかだったんですよ。2ヶ月ぐらいだったから、マニュアルってなんだ、私オートマチックですよ。そう、オートマチック、オートマ。そう、え、マジでね、なんかゆっくり、あの焦らず行きたいの。そうけど迷惑やけん、もう私は乗れない。海岸しか運転できない。私ずっと海岸を運転してたよ、練習のために。もう今やったら運転できるけどね、結構上手に。上手ですよ結構。右見て左見て、右見て左見て、右見てって感じで。ん？みずきちゃんに送ってくれてありがとうって言いたい。そうやろ？もたもたせんでとか言わんやろ普通。まあ、私怒られちゃったから運転したの。後頭部席の真ん中。あ、いいね。後頭部、後頭部って何ですか？あ、後部座席だ。後部座席ですね。いや、私なんて言いました最初。後頭部って言った？2回目、2回、いや、ちょっと待って。アホや。後部座席で、後部座席好き好き。後部座席の真ん中好き。イルカは大切に？はい、もちろん。はい、もちろんですよ。後部座席、後部座席の後ろ、え、ここトランクやないかい。そう、何の話。怖い、怖いよ、怖い。誰、まことちゃんって、え、まことちゃんって誰ですか。え、さっきから2回ぐらい、まことちゃんって誰、誰の話よ。私の配信中に女の子の名前を、誰ね、グワシってなんね、イワシしか知らん私。イワシね、まこっちゃんって何ですか。まこっちゃんって誰。いや、まこにゃんかーい。まこにゃんかーい。まこにゃんかーい。まこにゃんのことをまこちゃんって、あ、そういうことね。まことちゃんね、びっくりした。まこにゃんのことね、もうびっくりしたよ、びっくりしたよ。なんか他の女の子の話で盛り上がってるのかと思った。はあ、びっくりした、びっくりした。まこにゃん、え、まこにゃん、まことちゃん、まこと、まことさんなの。あ、確かに男でもいるか、まことさん。え、ちん
いややめとこう結構ゆかりがある人いる、私身内に誠さんいる、会ったことないけど身内めっちゃ身内にいるわ誠さんって。そう、私おじいちゃんが2人いるんですよ。そう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 、今の関係ない話関係ないんだけど、おじいちゃん2人いるんだよね。いいやろ、どっちも会ったことないけど面白い。そんな人います？おじいちゃんが2人いるのも珍しいじゃないですか。2人おじいちゃんがいて2人とも会ったことないんです私。おじいちゃんとすごくない？そんなと思いますよ。そう、54歳かなぐらいで最初のおじいちゃんは病気で亡くなっちゃったんですよ。何の病気か分かんないけど、あ違う、3人いるんだ、3人、じゃあ計3人おるんだおじいちゃんが。そうで、おじいちゃん亡くなったんですね、50何歳で。でもう一人再婚しておじいちゃん いたんだけど、もう一人のおじいちゃんもあの病気で亡くなっちゃったの、私と会う前に。すごくない？私一回も会ったことないだけど3人いるの、私のおじいちゃん。だけんかずっと幼稚園の時におじいちゃん3人おるとか言ったら、えなんでやねんって言われよったよね。しかも私地域の目の前にいるおばあちゃんのことを、目の前の近所のおばあちゃんのことを本当のおばあちゃんと 思い込んでたんですよ、幼稚園ぐらいまで。だからおじいちゃん3人おばあちゃん3人いると思ってた。そう、すごくないアホだよね。えでもさ、でもさ、でも全然ありえますよね普通に。そうでもおばあちゃんさ、そう思ったらすごいさ大変だったよね、おばあちゃん今考えたら。そうだっておじいちゃんどっちも早く亡くなっちゃったからさね。おばあちゃんは去年亡くなりました。そうだからそっち側のおじいちゃんとおばあちゃんいなくなっちゃった。そう波乱万丈。そうでも顔はね分かります、おじいちゃんの、うん、あんま分からない私似てるんですよ結構。そう結構顔似てる、なんか顔が丸いんだよねおじいちゃん。血つながってる方ですよ、つながってる方でもちろん似てるって言ってるんだからそうだから顔が似てるの、顔が丸くて赤ちゃんの時の写真がもうおじいちゃんにそっくりなの私。顔が丸くてなんか目はクリッとしてるんだけどおじいちゃん、私もどっちかっていうとおじいちゃん顔なの、顔が丸くて目が丸い感じ。そう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 、相方はね、うちの相方ね、あどっちかっていうとなんかこう切れ長みたいな目なんですね、おじいちゃん、あおじいちゃんじゃない、お兄ちゃんそうそう、おじいちゃん可愛いですよ。てかそれで言ったらお父さんのおじいちゃんなんですけど、それおーちんも、えなんかお父さんのこと、おーちんのことお父さんって呼んだことありますかあるわけないや、あるわけないけどさ私おーちんのことお父さんって呼んだことないんですよ。そうあるあるある、まあ、まあ、ちっちゃい時あるかもしれんけど、基本的におーちんのことお父さんって呼んだことが一回もないんですね。あと何年ここ10年ぐらい呼んだことないから、なんかおうちのことたまにね、お父さんって言った時のね、なんかもうなんか気持ち悪いおうちのことお父さんって呼んだ時の気持ち悪さは誰かわかる人おる？なんかお父さんのことパパって呼びよるとと同じ感覚。そういつもおうちって呼びよとに、ねねお父さんって言ったらなんかゾッとするさ誰お父さんお父さんって誰みたいな感じ、いつも言う場合誰かがお父さん、なんかたまにお母さんがおうちのことをねお父さんって言うんですよ。え誰お父さんってそうお父さんって誰みたいな、どこにいるお父さんみたいな感じの雰囲気になったるさ、言う、普通に言う私、えお父さんって誰みたいなそうなんかもうおうちんがおうちんがおうちんすぎて、お父さんって変、まあ存在はお父さんなんだけど、
存在っていうか存在はお父さんなんだけど、立場上なんかもう名前がおうちんだからやばいですお父さんって。そう面白いよね、お父さんって呼んだことないわ。だからさ、なんか私とさ結婚したらさ、私の結婚した人さ、おうちんのことをおうちんって呼ぶとかな。嫌なんだけど私、お父さんとか呼び寄ったら、え、誰のことってなっちゃう。おうちんって呼んでほしい。あ、おうちんさんか、おうちんさんが。おうちんさん、え、ちょっとさ、おうちん、え、これさ顔バレるよね、言ったらめっちゃ似てる人がいるんだけど、いや、おうちんに怒られるわこんなおうちんの話ベラベラしよったら。ちょっと待って、ちょっと待って、名前なんかな、あの人、ちょっとめっちゃ似てる人がいるの、ちょっと見てないことを願うこの配信を。たまに見てるからね、おうち、ちょっと待ってね、え、前言ったことあるっけ、芸能人じゃない、え、誰だったっけ。この人だ。似てる。なんか似てる、なんか似てる、似てるのかな、いや言わんとこ。似すぎてるから、もう 似すぎてるから言えない。似すぎてて言えなかった、ちょっとびっくりした。うん、めっちゃ似てた。うん、似てるんだよな、なんか、うん、え、なんかね、なんかね、教科書にね前出てきたんですよ、教科書に出てきた人がめっちゃおうちに似とるって言って、誰かがね教科書かなんか切り取ってから、なんか龍のお友達がこうおうちに似てないって言って冷蔵庫にずっと貼ってあったんですよ、ね、めっちゃ面白い。なんかね、え、そう、偉人って、なの、偉人かな、え、でもめっちゃ似とる人おったけんね、教科書に、あれ誰やったかな、冷蔵庫に貼ってあったっすね、誰かが。え、でもこう中学生の時よ、中学生の時、いや外国人の方なんですよ、おうちちょっとハーフ系の顔なんだよね、どっちかっていうと。そう、なんかちょっとハーフっぽい、どっちか、なんか日本人よりかはね、めっちゃ似とるさ、それが。めっちゃ似とって、めっちゃ面白い、本当に。あ、面白かった、思い出したら面白くなってきちゃった。帰りたいんだけど私、あの冷蔵庫を見たい。まだ貼ってあるのかな、ねえ、帰りたいんだけど私。いや、ザビエルやったらさすがにわかる、ちょっとね、有名じゃない人、そんなに、なんか誰でも彼でも知ってるような人じゃないと思う。そう、結構なんかマニアックみたいな感じの人、マニアックっていうか、マイナーみたいな、なんかそんな知らん、多分超歴史オタクやったらわかるかもしれない。でも見たことない、聞いたこともない人だと思う私。ん？何時代やろ。でも外国と交流があった時代だよ。当たり前か。想像できんやろ。面白いけんね、本当に。あ、今日私映画見らんといけん。何の映画見よっかな。あ、ドラマ見るけん今日映画見らん、やっぱりドラマ見るんだ今日私は。ドラマ、何のドラマかっていうと、そう、ドラマの日、ね、すぐ忘れちゃうんだけど私、なんでですか ね、あれ面白いんですか、なんとかディーンズ、あ、違う、なんかネットフリックスにあったやつ、ネットフリックスにあったやつなんで、スパイキッズはね見るよ、
スパイキッズ見るけど、え、なんかさ、こっちこれユニクロなんですよ。あ、ユニクロか GU なんです、これ。で、これがあのジェラピケなんですよ。もらったの、いただいたジェラピケなんだけどさ、なんかさ真っ白じゃん、こっち綺麗に白いのに、白いのになんかさ、なんかきなびてるみたい。なんかこれさ、あのユニクロでこういう色なの、クリーム色なの、クリーム色のユニクロか GU か知らんけど部屋着けど、ちょっとあまりにもジラピケがキラキラしすぎ、ジロジロしすぎて、ちょっと合ってないわ。なんか薄めで見たら同じような色に見えてたけど、こうやって光当ててこうしっかり見てみたらちょっと結構きなびた感あるわ。恥ずかしい、恥ずかしい。よし、みんな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 、何言うとか忘れたやんか。え、今みんなっつったよね、私。え、ね、みんななんか話したいことあるっちゃけど忘れちゃった、なんか忘れちゃった、やばい、病気かな。そうね、マジでぬくぬく、これ超ぬくぬく。みんなみんなってみんなみんな泣いたっけ、なんか言うの忘れた。あ、そう、何のドラマ、あ、恋ですってやつ。この間私ね、恋です見てて、あの白杖のドラマの、白杖の方のドラマなの。ちょっと待って、もうちょっと作業高すぎてさ目が痛いんだけど。うん、でもさ、私さ周りにあんまりいないですよね、私の周りだと。その白杖を使ってる方いないんですよね、お友達とかも。でもこの間たまたま会ったんですよ、バス停で会ったんですよ。で、あ、すごいと思って、私さめっちゃすごいと思ったのが、あの、わかんない、どれぐらい見えてるかわかんないんですけど、すごかったの、あのドラマと一緒だった。そうで、すごいと思ったのがさ、なんかバスが通るときに、あ、や、私ね、なんか、え、危ないんじゃないかなと思ったの、一瞬。やばい、かゆい、めっちゃね、あ、危ないんじゃないかなと思ったんだけど、マジですごかった、プロすぎた、めっちゃプロだった、あの避け方が。え、私がさ、あの、私よりすごい、私より聞こえてる、耳とか多分。すごく細い道だったんですよ、けどね、すごいぴったり避けてたっていうか止まってたんですよ。そうで、私もそう手助け したいと思ったんですね。そう、手助けしたいと思ったけど、なんか私の手助けなんか全然いらなかった私の手助けなんか全く必要ないぐらいプロだった。そう、感激した、私は。でもなんか荷物とか持ちたいなと思ったけど、いらなかった必要ないっぽかった。そう、あまり見かけないですよね。でも、あの、何ですか、点字ブロックは絶対に歩かないようにしてます、ちっちゃい時から。なんかね、厳しかったんですよ、小学校の時。すごく点字ブロック歩くなって言って、絶対に踏まないぐらい、あの、踏まないレベルで歩かない。そうだってさ、気づかないうちにさ困っているかもしれないじゃん、私がそこ通ってることで。そう、え、展示じゃないか、あれ展示じゃないんですか、展示ブロックって言うっけ。そう、あ、そういえば私小学生の時に展示習ってたんだ、習ってたっていうか一時期めっちゃお勉強してたんですよ、授業で。なんか自由研究みたいな感じで展示の勉強をしてたの、けど忘れちゃった、全部忘れちゃったよ。で、なんかね、めっちゃね、ハマってたんですよ、その授業にハマってて、いっぱい勉強したのに忘れちゃった。手話も勉強したけど忘れちゃった、意味ないじゃん、私のやってることでもね、一回空港で手話でお話できたことある、めっちゃ嬉しかった。あと車椅子検定持ってるんですよ、私。なんか前取ったんだけど、車椅子検定みたいなやつは
役に立ったことある、空港で車椅子を押したことある。そうそうだよ。でもさ、なんか全然知らない人に車椅子押されるって嫌じゃないかなって私は思ったんですよ。けどまあ慣れてるのかな、どうなんだろう、嫌って思われそうと思ったんだよね私は、その押してる時に。で怖いじゃないですか、知らない人だから。まあまあ職員とはいえちょっと怖くない、空港職員って思ってもさ。だけ押し、なんか心配だった、嫌がられてないかなと思って。押しました、押しました。そうに分かるスピードをね、スピードとかも分からん。ミニなら押されて、でもさ背中向いとるけんさ、誰が押したって一緒じゃない。私だろうとさ、あの うちのお母さんだろうとさ、誰でも一緒じゃんね。え、何ですか、え、やば、短っ。あ、やばい、私あと3分で終わる、ドラマ見たいけん、あと2分で、あ、2分じゃない、あと3分で終わる。そうだよ、そうかな。空港でちょっとだけ実習してた時楽しかった、結構。私ね、あのね、みんな知らん、あ、なんもない。空港で私ね、あの会ったことある、あのえ、ちょっと誰だっけな、あのえ、なん名前忘れちゃった、え、名前忘れたっていうか、あのえ、あ、遠くから見てたからちょっと記憶が曖昧なんだけど、あの多分天皇陛下じゃないのかな、天皇陛下じゃないか、え、なんか皇后様みたいな、え、誰だったかな、あの時。でもすごいみんなが来てて、あのすごい行列だったから、見たことある。そう、8時3かなに会ったっていうか、まあいらっしゃったんですよ。で、そう、まあ皇族の方よ、挨拶したらすごく優しかった、めっちゃ優しかった、すごい優しく、なんかあのお辞儀してた、みんな多分覚えてないんだけど、あんまり。そう、びっくりした、何の行列なんだろうと思って、そう、何事だと思ってた。え、小室さんはじゃないよ、小室さんじゃない、小室圭さんじゃなかった、じゃなかったじゃない。そうね、びっくりするよね、自己紹介せんやろ絶対。なんで私が自己紹介するさ、遠くで見とった、すごい、こんなたくさん人いるんだと思って、びっくりしましたね。私もなんかあんないっぱいの人に守られてみたい、いっぱいの人に守られてみたい。守られてないのか、あれは守ってるわけじゃ、守ってるのかそう、めっちゃ人多かった。そうそうそう、空港行ったら結構なんかいっぱいいますよね、なんかたまに、なんだこの集団はっていうような集団、たまになんかおじさんの集団がいた、おじちゃん旅行かな旅行か分かんないけど、優しかった。でもな、そう、召集かな、分かんないけどね、いろいろ楽しかったですよ、いつでも呼んでくれってじゃあランキング読みます。いや今日も早かったわ、なんだかんだ。そう、恋ですのドラマだよ、見るの今から。第1位ジョニーさん、ありがとうございます。第2位おみさんだからプレゼント、街見えない、ま、あ、街のトトロ、何がいいですか、おみさんだから
ありがとうございます。第3位笑顔ニコニコさん、ありがとうございます。第4位チョコミントさん、ありがとうございます。チョコチャチャガマさん、チョコチャガマさん、チョコミントさん、チョコチャガマ、ありがとうございます。第5位サツーさん、ありがとうございます。第6位餃子のポーチさん、ありがとうございます。第7位ポッポさん、ありがとうございます。第8位よしのりさん、ありがとうございます。まだ死んでるんじゃん。第9位アフロディーテさん、ありがとうございます。第10位ブリントさん、ありがとうございます。第11位もっくん、ありがとうございます。明日晴れだって、もう最高やん。もう早く晴れてほしい。そして第12位大好きさん、ありがとうございます。そして第13位こまちゃん、ありがとうございます。ね、私さ、もっ、あ、やばい、はい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 、バイバイ。12時だもう。あー12時じゃない、これ10時だ。じゃあバイバイ。私今からさ、あのあれを見らんといけんけん、ドラマ。早く切れようって思った人絶対おるわ。バイバーイ。あと30秒待っとくかな、もうどうせなら待たんでいいか。バイバイ、おやすみー。